殿山ダム。殿山ダムは、和歌山県田辺市号川、二級河川、引川水系引川に建設されたダム。相川ダムとも言う。高さ64.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、殿山発電所に送水し、最大15000キロワットの電力を発生する。紀伊半島。 はてな資産無役に橋を発し、太平洋へ注ぐ引き川の流域は、日本でも有数の田う地域である。関西電力は、この豊富な水資源を水力発電に活用するべく、殿山発電所及び、殿山ダムの建設を計画。建設予定地は、最寄りの鉄道駅から遠く、かつ道幅の狭い道路しかないこと、また殿山ダム建設に伴う水没保障など、 課題の多い地点であったが、和歌山県内の電力需要が将来増加すると見込んだ上で着工に踏み切った。この山ダムの形式はアーチ式コンクリートダムである。1950年代は日本でアーチ式コンクリートダムが本格的に建設され始めた年代であり、同年代中盤には上シーバダムのような高さ100メートル超大規模アーチ式。 コンクリートダムも出現している。同年代後半に差し掛かろうとする今回、関西電力が、どの山ダムで挑もうとしているのは、当時の日本では未だ試行例のなかったドーム型、アーチ式、コンクリートダムという最新の形式である。これは、従来平面的なものでしかなかったアーチ形状を、立体的にも取り入れようとしたもので、関西電力はこれを、 ビールソンを縦に半分に切断したようなと表現している。これによりコンクリート使用量のさらなる削減が可能となるが設計のための計算は複雑化する。コンピュータのなかった当時のこと、ト山ダムに最適なアーチ形状を5人の技術者が1ヶ月もの期間を要してやっと導き出したという。ト山ダムの建設により、 村役場や中学校校舎を含む公共の建築物12個と民家76個が水没することになった。関西電力が本格的な調査に着手したのは1952年、昭和27年のことであったが、こうした水没保障をめぐる交渉が難航し、1953年、昭和28年の着工は一旦見送られることになった。その後、 和歌山県知事が仲介役に回るなどして、保障問題は解決へと向かい、1955年、昭和30年に着工となった。しかし、完成を目前に控えての試験淡水直前において、一部の住民が立ち退きを拒否した。これに対し、土地収容委員会の勧告や仮処分といった手段によって、これらを強制的に立ち退かせるという事態になった。 殿山ダムは1957年、昭和32年に完成。同年5月、殿山発電所が運転を開始した。殿山ダムにおけるドーム型アーチ式、コンクリートダムの経験は、後の黒部ダム建設で大いに役立てられることもある。JR 紀省本線、紀伊日置駅から、和歌山県道37号引川応答線を引川に沿って北上すると、 ト山ダムに至る。ダム手前の道端からは、ト山ダムを正面から望むことができ、天馬付近のクレストゲート6門に加え、中腹にもオリフィスゲートが6門装備されているのが印象的である。オリフィスゲートは1森あたりの穴の大きさが5メートル6メートルもあり、すべては3600リッター片メートル毎秒もの、莫大な洪水量を安全に流下させるための装置で、 下流には、殿山発電所がある。カプラン水車を採用した一台の水車発電機が導入されたが、本来カプラン水車は20メートル程度の低落差用に開発されたものである。これに対し、殿山発電所は70メートルもの落差があり、従来であれば効率が悪化しかねないところであったが、メーカーは模型試験を繰り返し、ついに高落差でも高効率を実現する。 カプラン水車の初に成功した。日本機械学会はこれを高く評価し、メーカーに進歩賞を贈呈した。こ山田無完成後も、当地は何度か台風による集中豪雨に襲われ、そのうち何度か流域に水害をもたらしている。1958年、昭和33年8月、台風17号による洪水により死傷者は23名、流出もしくは全。 半壊した家屋は合わせて380戸に上った。この時、殿山ダムは洪水破棄ゲート全門を開放しており、行き過ぎた放流が水害の原因ではないかと社会問題化した。また、1990年、平成2年及び1997年、平成9年の水害に対しては、被害に見舞われた流域住民が殿山ダムを管理する関西電力、そして 引き川を管理する和歌山県を相手取り、損害賠償をめぐって、訴訟を起こす事態になった。裁判では、原告があの敗訴という結果となっているが、このように水害喉に殿山ダムの責任を問う声が上がるのは、殿山ダムが引き川水系唯一のダムであるためでもあり、関西電力も殿山ダムの改修や運用の見直しを行っている。殿山ダムが完成した当時は、 電力不足という時代背景もあって、発電を最優先し水位を満水近くで維持する運用が取られていた。このため、洪水時のダム放流は、クレストゲートより開始し、次にオリフィスゲートという順番で行われていた。しかし、洪水量の貯留を行うためには水位をある程度まで下げて、空き容量を確保しておく必要がある。水位を下げるということは、 クレストゲートからの放流が常時できなくなるということであり、オリフィスゲートを常用とせざるを得なくなった。しかし、この山ダムのオリフィスゲートは任意の回路で固定しておくことができなかった。これでは、たとえ一門ずつ開いていったとしても、一門あたりの放流量が最大525立方メートル毎秒と大きため、下流はたちまち大洪水である。 関西電力は低水運用の開始に合わせて、オリフィスゲートを部分回操作、パーシャル操作とも言うできるよう改修を行った。しかし、この時の改修で、部分回操作が可能となったのは、中央の2門だけであったため、放流の際はダムへの流入量の増加に応じて、中央の2門を徐々に開き、全開に達したら隣の未改修の門を全開にし、 中央の門を一旦全閉にして、さらなる流入量の増加に応じて、中央の二門を再び徐々に開いていく、という差し替え操作が必要であった。こうした極めて煩雑な操作を必要とすることは、ダム操作員への大きな負担を強いることとなり、また、地元住民からもダムの放流操作をよりスムーズに行うよう要望をれていた。関西電力は課題であった。 部分解時の振動及び分流の問題を研究、解決し、2006年、平成18年に、ようやく全問の部分解操作を可能とした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。